日本陸軍というより日本帝国の最後の正式戦闘機になります。えー、五式戦闘機です。えー、正やがヤテのようなあの特別な名称はついてません、えー。確か連合国軍のコードネームもトニーなんですが、これはあの ヒエンの名前でして、っていうのもあのヒエンの液霊型エンジンが間に合わずにですね、空冷型エンジンにあの、乾燥したので、えー、このトニーっていう名前になってます。なんか書類の便宜上ではトニー2になってるそうですけども、これ作っていきたいと思うんですけども、コクピットはあの一応中島コクピットショック、 塗ってます。その上にあの、フレッシュタンのドライブラシを入れました。ちょっとこう古い感じ見せるためですね。で、えー、クロームシルバーのエナメル流し込んでちょっと金属っぽくしてます。で、えー、あの、レバーですかね。レバーも一応 一色指定だったんですけども先っちょだけ黒に塗りましたこの方がちょっとメリハリがついていいかなと思ったんででこのように、まあ、あの羽根をつけて今回のこのファインモールドさんの羽根あのピンホールとあのピンがついててあの接着しやすかったですね結構密閉度も高くですねパテもそんなに使用しませんでした で、川崎系の深緑、えー、銀の、銀を一旦塗った後、その上に、この深緑、薄くですね、3層のりぐらいしてます。で、同じように、コクビットと同じように、このドライブラシを入れて、ちょっとあの、色的なあ落ち着きをとってからあ、クロームシルバーと黒、50%、50%ぐらいを合わせた、 エナメルを流して、えー、まぁ、あ、コクビットと一緒ですね。えー、金属感出しました。えっ、ー、と、エンジンカウルの方特に、えー、もうドライブラシ、シルバーでですね、えー、入れてます。これはあの、プロペラーも一緒ですね。ちょっとあの、銀を上からエナメルで流し込んで金属感出してます。 で、この、引き込み客ですね。ここだけは、あの、ベッド、クリア、吹いてます。で、キャノピーなんですけども、キャノピーは、あの、分割にしました。っていうのも、あの、この、<coughs> 先端部分をちょっと、あの、ダメージつけたかったので、カッターで筋目入れながら、 やってたら、あ、そうだ、分割してしまえって形で、あの、三分割、スライドでキャノピーが空いた状態にしました。で、サークルカッターを使って、デカール使わずに日の丸塗ってます。えー、まあ、初めてのサークルカッターです、だったんですけども、まあ、うまいこと切れましたし、うまいこと塗れました。 えー、で舞台マークは悩んだあげくカタカナでとにしちゃいましたね。で、これが、えー、左がヒエン、右が五式戦闘機ですね。まあ、あのー、アメリカ最強と言われたあのー、P51 とも互角にこう戦えたっていう証言もありますし、 もう半年早く出現していたら選曲も変わっていたんではないかなっていう証言もあったそうなのでまあこうやって見るとやっぱり凛々しい姿してますよねえー次早てやってみたいと思います